テクラレスボール1897年にブライトラと植物調査をするレスボールテクラレスボールはノルウェーの植物学者である。妹のハンナレスボールホルムセンと共にノルウェーにおける女性科学者自然保護運動のパイオニアとなった。ボーゴーで生まれた。1892年に大学を卒業した後、ストックホルムの裕福な家の家政婦として働いた。 1895年、鉱山技師のアンデレアス・ホルムセンと結婚した。妹のハンナもホルムセンの兄弟と結婚し、ハンナも植物学者となった。オスロ大学のアクセル・グドブラン・ブリットの下で植物学を学び、1899年に卒業した。1897年に、ノルウェーの高地レーロースでシベリアや北。 アメリカにしか生息していないとされた、キク科の植物ユリビアサビリカを見つけ、高山植物や植物の寒冷への適応は、レズボールの研究テーマとなった。コッペンハーゲン大学のオイゲン・ワルミングやミュンヘンのカール・ゲーベルやスイスのカール・シュレーターの下で学んだ。1902年から1936年の間、オスロ大学の准教授として働いた。 1917年に環境に対する適応の研究で博士号を得た。1923年にノルウェー科学文学アカデミーの会員に選ばれた。これは女性としては3人目であった。1924年にコングスワル駅近くに植物園を作り、1923年から1924年の間にジャワ島とボゴール植物園を訪れ、 ブナカの植物の研究を行った。ノルウェーの女性平等運動のためにも働き、ノルウェー女子学生クラブの会長を務め、女性参政権を目指す委員会のメンバーとして働いた。リースバルは、植物の学名で命名者を示す場合に、テクラレスボールを示すのに使われる。ありがとうございます。